私はパニコ、20歳の大学生です。勉強にバイトにと忙しい日々を送っていますが、もちろん恋の方も忘れちゃいません。バイト先で出会った2歳年上のカイトと付き合い始めたのは3ヶ月前。彼は有名大学に通い、すでに就職先も内定していて、将来有望でとってもイケメンで優しいんです。そんなカイトが私のことを好きだって言ってくれた時は奇跡なのかなって思っちゃいました。誰にでも優しい彼に密かに憧れていた私は、もちろん即 OK して付き合い始めたってわけ。今日もバイトだからカイトのそばにいられる。嬉しすぎてスキップしながら家を出ました。あ、ヒロヤ。家を出てすぐ近所に住む幼馴染ヒロヤを発見。相変わらず元気だな。元気があれば何でもできるでしょ。幸せそうで何よりです。俺は絶不調だけどな。どうしたの？別に。ほら、プリンチョコあげるから元気出して。これ、ヒロヤ好きだったよね。それ、子供の時の話だろ。ヒロヤとは物心ついた時から一緒にいて、小学校から高校までずっと同じ学校に通っていたんです。一緒に駄菓子屋さんに行くと、プリンチョコを2つ買って食べきれないからっていつも私に1つくれていたんですよね。あの頃のヒロヤは可愛かったな。可愛いってなんだよ。それよりあんま話しかけてくんなよ。なんでよ。パニコ、彼氏ができたんだろ。その彼氏の立場になってみろ。他の男と話してるの見たら嫌だろ。そっか。彼が私のことを家まで送ってくれた時、ヒロヤは彼とちょっと会話をしたことがあり、私の彼のことを認識してくれていました。ちゃんと彼のことを考えてくれるなんて、ヒロヤは偉いな。それに、スキップしてる人と歩くのは恥ずかしい。ひどい。さてはそれが本音だな。そうかもな。てことで、俺はゆっくり行くから、お先にどうぞ。はーい。ヒロヤはこんな感じだけど、とっても真面目で、優しくて、いいやつなんです。数時間後、彼と一緒のバイトは楽しすぎて、あっという間に時間が過ぎていきました。パニコ、ご飯でも食べて帰ろうか。うん。彼とシフトが一緒の日はどこかで食事をして、私を家の近くまで送ってくれるんです。私は実家に住んでいるから近くまでだけど、優しいですよね。送ってくれてありがとう。彼女を守るのが俺の役目ですから。嬉しい。そうだ、来月花火大会があるの知ってる？花火大会？そう、俺パニコと一緒に行きたいなって思ってるんだ。休み合わせて2人で行かない？え、いいの？うん、浴衣着て一緒に行こうよ。わーい、なんだか楽しい夏になりそうな予感。楽しい計画を立てていると、遠くに人影が見えました。あれ、パニコじゃない？萌？その人影は幼なじみの萌。萌も高校まで一緒だったんですが、萌の方は大学進学を機に一人暮らしをするために家を出たので、なかなか会うことがなかったんです。お友達？ああ、幼なじみの萌だよ。こっちは彼のカイト。萌、こっち帰ってたの？うん、大学が合わなくて辞めちゃったの。しばらくこっちにいるからまた遊ぼうよ。うん。萌とは学生時代仲良しで、私が彼に振られた時には慰めてくれたし、一時期ぼーっとしていたのか、物をなくすことが多かった私をフォローしてくれたりと、いつも私の味方でいてくれたんです。彼氏さんもご一緒にパニコの高校時代の話聞かせてあげますよ。それは楽しみだな。やめてよ。それから萌とはまた頻繁に会うようになりました。カイトも自然と仲間に入り、3人で会う頻度も多くなって、ますます毎日が充実しています。数日後、3人で遊びに行く時もカイトは必ず私たちを家の近くまで送ってくれるんですよ。わざわざ送らなくてもよかったのに。カイトさんってパニコのこと大好きですね。大切な人を最後まで送り届けるのが俺の使命だからね。
もう書いとったらん。素敵な彼氏さん。ん？あれってひろやじゃない？3人でひろやの家の前を通った時、偶然ひろやが家から出てきました。ああ、どうも。ひろやは私たちに軽く会釈をして立ち去ってしまいました。いつも以上にそっけない。ひろやまだ実家に住んでたんだ。男なら一人暮らししないとダメだよな。大学も近いから一人暮らしする意味ないんじゃない？パニコって昔からひろやと仲良しだよね。そうなの？幼馴染だからよく話すだけだよ。それだけだよ。別に浮気を疑ってるわけじゃないから大丈夫だよ。パニコは結構見た目重視派だもんな。彼はないだろう。え？確かにカイトさんと違ってね。確かにヒロヤはカイトとは違うタイプだけど、二人の言い方になんだかモヤっとしてしまいました。数日後、そんなモヤモヤも忘れ、今日の私はテンションが上がりっぱなし。だって今日はカイトと初めてのお祭りデートなんだもん。浴衣を着て、いざ待ち合わせ場所のお祭り会場へ。おお、浴衣じゃん。会場に向かっていると、またしてもヒロヤに遭遇。珍しくヒロヤの方から声をかけてきました。え、似合ってる？彼氏と行くのか？ちょっと、浴衣の感想は？まあお察しの通り、彼とデートだけど。ふーん。ヒロヤは行かないの？人混み嫌いだから。そっか、ヒロヤらしいね。あいつ来るんだよな。え？いや、なんでもない。気をつけて行けよ。はい。スキップしたい気持ちだったけど、さすがに浴衣じゃ無理だもんね。おしとやかに会場へと向かい、彼の到着を待っていました。でもね、約束の時間になってもなかなか彼は現れないんです。この人混みだから見つけられないのかな、なんて思っていると、カイトから電話がかかってきました。パニコ悪い、今日行けなくなった。え、何かあったの？それがさ、新しい恋人ができたから。え？新しい恋人がどうしてもお祭り行きたいって言うから、パニコとは行けなくなっちゃった。ってことで祭りはなしで、恋人関係も終了。バイト先でも話しかけてこないでね。え、そんな。カイトは言い終わると、私の言葉を待たずに電話を切ってしまいました。新しい恋人って、昨日までお祭り楽しみだって言ってたのに。楽しそうな声の中で、私だけが一人ぼっちのような気がして、なんだか泣きたくなってきました。パニコ！え？声がする方を振り返ると、なんとそこには浴衣姿のヒロヤがいるではないですか。俺と一緒に祭り回るぞ。と言いながら、ヒロヤは私の手を取ったんです。え？どうして？どういうこと？なんでヒロヤが？俺と一緒じゃ嫌か？なんだかいつものヒロヤじゃない。嫌じゃないけど。向こうにプリントッピングしてくれるかき氷屋さんがあったから、まずはそこに行くぞ。プリンのトッピング？何それ、素敵すぎ。そういうと思ったよ。それからお面買って、ヨーヨー釣りして、射的にリンゴ飴に焼きそばに、目についたもの片っ端から楽しもう。うん。突然のヒロヤの登場には驚いたけれど、失恋の悲しみが嘘のように、ヒロヤと過ごすお祭りは楽しくて、時間を忘れちゃいそうになりました。そろそろ花火の時間だね、なんて話していると、なんと正面にカイトの姿が。え？カイトの横にはなんと萌えの姿があったんです。新しい恋人って萌え？ああ、見つかっちゃった。パニコごめん、私カイトを好きになっちゃったの。この気持ちを抑えよう抑えようと思っても無理だったのよ。ごめんね、彼氏奪っちゃって、ごめんね。萌えは悪くないって、俺たちの出会う順番が悪かっただけだよ。パニコ、萌えを責めないでくれ。悪いのはパニコがいながらも萌えを愛してしまった俺なんだ。違う、萌えがいけないの、カー君は悪くないもん。いや、俺が、私が。
なぜか怒る気力も起こらず、二人を見ていると怒りや悲しみじゃない別の感情が出てきました。この感情、なんて言うんだっけ。そんな茶番見せられて許すとでも、呆れて物も言えないね。それだ。え、いや、友達に彼を奪われて、本来なら悲しいとか裏切り者って怒りが湧き出るはずなのに、この人たち見てもなんか別の感情が邪魔するなって思ったら、茶番見せられて私呆れてるんだなって。なんだよそれ、茶番じゃないもん。そうだ、だいたいパニコだって別の男と祭り来てるんだから、俺のこと振るつもりだったんじゃないのか。そうなの、やっぱり二人はそういう関係なんだ。違うわよ。そう違うよ、俺はパニコが振られるのを待ってたんだ。え、誰かさんからパニコが今日彼に振られるってことを聞いていたからね。え、それってどういう。ま、私そんなこと言ってない。え、俺は君の名前を出してないけど、でもお察しの通り、萌が俺の家に来て、祭りの直前でパニコは振られるから慰めに行きなよって言ったんだけどね。そんなことしたのか。そんなのでたらめよ、私がそんなことすると思う。思うね。君は今まで幾度もパニコの恋愛を邪魔してきたよね。パニコの彼にちょっかいを出して別れさせたり、嘘を吹き込んで関係を壊したり。今までって、それじゃあ慰めてくれた時も裏で笑っていたってこと。違う、そんなことしてないもん。それにパニコのものを隠して見つけ出してパニコの信頼を得ようとしていたよね。え、あれって萌が隠していたの。私はてっきり自分がなくしたと思っていたのに。だからそんなことしてないったら。高校2年の秋に俺が気がついて辞めさせるまでずっとパニコの持ち物を隠してただろう。それに中学の給食の時間にパニコのプリンを盗んだのも。あのプリンを盗んだのはお前か。それは私じゃない。パニコのノートやペンケースを隠して見つけ出して恩を着せたり、彼氏のことを奪って笑っていたけど、プリンだけは私じゃないの、信じてよ。なーに、プリンだけはだと。こいつ親友の顔してずいぶん好き勝手してくれてるじゃないの。萌え、パニコにそんなひどいことしてたのかよ。カイトさん、あなたも人のこと言えませんよね。は？バイト先のお客に手を出したり、人の彼女に手を出したり、何またしてるんですっけ。数えきれないくらいですよね。はあ、そうだったの。違いませんよね。なんなら写真も撮ってますよ。え、パニコがショックを受けないタイミングで教えようと思っていたけど、なかなか言えなかったんだ。でもここで言えてよかった。嘘でしょ、私のこと好きって言ったじゃないの。だから祭りの直前にパニコを振って私とお祭り行こうって案に乗ってくれたんでしょ。萌えの案だったわけ。そうよ、あんたのことなんて昔から大嫌いだったの。そんな性格だから大学でハブられるんだよ。大学やバイト先でいろんな人の彼氏奪って笑っていたら、既婚者にまで手を出してて慰謝料請求されて逃げてきたんだよね。そうだったの。不倫してたのかよ。知らなかったの。嘘だ、知らなかったら慰謝料請求されないはずだよ。もうパニコのそういうところが嫌いなの。どうぞ陰キャとお幸せに。私は将来有望なカイトと幸せになるから。おっと、そのことだけど。まだなんかあるの。有名企業に内定もらってるなんて嘘だよね。それどころか大学も通ってないよね。嘘ついて年上のお姉さんに貢いでもらってるんだってね。ただのフリーターってこと。なんだよこいつ、なんで全部知ってるんだよ、怖えよ。よくそこまで調べたね。だって俺ずっとパニコが好きだったから。え、今までパニコを守れなかったけど、今度は絶対に守るって決めたんだ。俺はパニコを傷つける奴を許さない。ヒロヤは二人をきっと睨みつけました。二人は同時に頭を下げ、ごめんなさいと、これまた仲良く声を揃えて謝罪。頭を上げると同時に
二人ともバラバラの方向に走り出して人混みの中に消えていきました。こら待て、もういいよヒロヤ。追いかけようとするヒロヤを引き止めました。ヒロヤのおかげですっきりした。今頃二人ともブルブル震えてるはずだよ。そうだといいけど。それで返事聞かせてもらえないかな。返事？俺の告白聞いてただろ。え、あれって私のための嘘なんじゃん。嘘なわけないじゃないか。言っただろ、俺はパニコが振られるのを待ってたって。もうパニコが傷つくのを見たくないから俺がそばにいたい。今度こそちゃんと告白しようって決めてたんだよ。俺はずっとパニコが好きなんだ。そうじゃなきゃ苦手な人混みなんてこんな格好で来ないって。それじゃあ俺以上にパニコのことを守れる人はいないと思ってる。それから遅くなったけど浴衣すげえ可愛い。今さら？改めて言うけどパニコ、幼なじみから彼氏に昇格させてくれませんか？ヒロヤ、返事を待たずに花火がドーンと打ち上がり、私たちは無言で花火を見続けました。返事はどうしたのかって幼なじみと一緒に巡ったお祭りは彼氏と一緒に帰ることになりました。とだけ言っておこうかな。いしし。そうそう、あれから萌えの実家には複数の女性が怒鳴り込みに来て、不倫やらの悪事が家族にバレて大変だったみたい。結局慰謝料の請求がすごくて一家は夜逃げ同然でいなくなっていました。カイトの方はバイト先にお姉さんがやってきて、こっちも修羅場に。偶然居合わせたお客さんの中にもカイトと関係がある人がいて大騒ぎ。勤務中なのにバイト先から逃亡してそのまま姿を現していません。風の噂によると二人とも相当大変な目に遭ってるとか。私はヒルヤといい関係を続けています。お待たせ、ごめんね遅くなって。時間通りだよ。今日も可愛いねパニコ。あんなにぶっきらぼうだったヒロヤは人が変わったみたい。何でも私への気持ちを抑えるためにあえて冷たくしていたとのこと。ああ、遅くなったお詫びにプリンチョコあげる。ああ、そのことなんだけど、実は俺チョコ苦手なんだ。え？あんなにいつも食べてたのに？それはプリンの形をしていたから、大好きな子の気を引くために買ってたんだよ。プリンを持ち歩くわけにはいかないだろ。だからプリンチョコをいつも持ち歩いて、パニコに会ったら1個あげるようにしてたんだよ。嘘、ヒロヤって昔から私のこと大好きじゃん。そうだよ、昔からパニコのために頑張ってたんだよ。でもプリンは好きだから安心して。それはよかった。でももう嘘はダメだよ。ヒロヤの好きなものちゃんと教えてね。俺の好きなものはパニコ。私以外で。なんだかんだで私たちは幸せです。いしし。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニクさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。